試してみるかな。よし、まずは一体連れてきたぜ。くらえ。はあ、悔しかろう。ミスターブラック、貴様。I'll be back。大丈夫だ、問題ない。みんな、あいつに捕まったら終わりだ。全力で逃げるんだ。おい！ねえ、ミスターブルー、あいつは一体何なんだ？わからない。けど、やばいやつだってことはわかった。ここにいてもいずれ見つかる。何か対処しねえと。とは言ってもな、何か策はあるのか、ミスターブルー。まあ一応策はある。けど、命がけの策だ。けど、何もしなかったら死ぬだけだ。力を貸してくれ、ミスター赤ちゃん。おうよ、やってやるぜ。なんかすごそうなトラップだな。こいつは入ったら絶対に出られないトラップだ。けど、奴らを一回あの中へ誘導する必要がある。なるほど、そういうことなら俺に任せろ。どう、嫌がったな、この化け物。こっちについてきや、おっと、来やがった来やがった。あ、一匹しか釣れなかったが。まあだが、システムがどんな感じなのか試してみるかな。よし、まずは一体連れてきたぜ。くらえ。お、すげえ、相手の動きが止まってんじゃねえか。よし、うまく作動したみたいだな。引き続き敵の化け物を引きつけてくれ。了解だ。この調子で全体捕まえてやるぜ。さあ来い化け物、俺について来い。う、来やがった。うわ、今回めっちゃ来やがった。まあけど、速力は俺の方が速いみてえだな。てめえら、ちゃんとミルク飲んでんのか。よっしゃ、行け。お、すごい、見事に身動き取れなくなってんじゃねえか。よし、いいぞ赤ちゃん、その調子だ。あと1体ぐらい残ってんだろ。そいつらを確保したらさっさとずらかるぞ。はいよ、2名様入ります。いや、2名様ではないな。さあご来店だ、さっさと入りやがれ。どうだ、お、うまいことハマったか。ハマってんじゃねえか。本当によくやったミスター赤ちゃん。よし、早いとこずらかろうぜ。ああ、いつ追手が来るかわからないからな。行くぞ。ほう、なんとか敵を巻いたようだな。いや、油断するのは早いぞ。まだ奴らは絶対に追ってくる。はあ、まあそれもそうだが、この俺には策がある。ほう、お前に策があるとは随分と珍しいじゃねえか。はあ、策などあって当然だ。なぜならこの俺の IQ は200だからだ。できたぞ。これがミニキャッスルだ。ほう、小さい城だが、まあ敵がいつ追ってくるかわからねえからね。こういったものにして正解だ。その通りだ。
この俺は待ってやっても奴らは待ってくれないからな。即席で作れるキャッスルを築いた。まあとりあえずここにいれば死ぬことはねえ。気長に助けでも待つか。まあそうだな。このキャッスルはかなり目立つからな。救助隊の目にはすぐ止まるだろう。だ、気を抜くな。前から奴らが来たぞ。はあ、悔しかろう。貴様らではここに登ることはできない。まあ所詮は下等生物、人間にかなうはずはな。あ、しまった。おお、あのバカ、階段なんてつけたら登ってくるに決まっ。うわっ、ここまで登ってくればさすがに大丈夫だろう。そうですね。ですが私たちは階段で登ってきました。奴らが階段で登ってこないという保証はありません。まあ確かにそうだね。念には念を入れてこのビルに爆弾を仕掛けておくとしよう。そうですね。奴らが来たらこのビルを爆破し上から逃げるとしますかね。よし、爆弾のセットは完了した。いや、いくらなんでもこんなにセットする必要はなかったんじゃないですか。ま、念には念を入れておく。もしかすると奴らの耐久値は化け物かもしれないからね。ま、確かに中途半端にやって倒せないぐらいならこれだけ大雑把にやった方がいいでしょう。まさかここまで登ってくるとは。ミスターブラック、貴様何をやっている。申し訳ありませんがエリトラは1個しかないので私はこれで失礼。ミスターブラック、貴様、これでミスターバナナとあの化け物は共倒れといったところでしょう。しかしまさかあのビルの上まで登ってくるとは、なんというやつらなのでしょう。よっと、まあミスターバナナ、前々回の動画のお返しですよ。あの時はよくもやってくれましたね。まあしかし今は気分がすがすがしいです。どうすればいいんだこの数、もう動けねえじゃねえか。これはまずい状況だね。奴らはここに登ってこれないけど、このままこうしていたら餓死してしまう。くそ、ここでなすすべなく死ぬしかないってのか。まあこうなったら一か八かやってみるしかないようだね。すまない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 先生、ミニガンなんか持ってたんすか。敵を倒せてる、いけるかもしれねえ。ミスター銀さん、君はそこで待っていてくれ。お、すまない先生、危険ですよそれは。 I'll be back。 大丈夫で、問題ない。すまない、すまない、すまない。お、さすがすまない先生、あん中に飛び込んでっても
無双してるじゃないか。こいつはもしかしていけるかもしれねえ。だから言ったじゃないか、ミスター銀さん。僕が本気を出すからには大船に乗った気持ちでいるんだね。いやー、一緒に逃げてきたのがすまない先生で本当によかった。ミスターマネーとなんか組んだら絶対に生き残れねえからな。どすぐ、だんだん敵の数が減ってきてるじゃねえか。それにしてもこいつら一体何なんだ。犬のような形をしているが、凶暴性が犬の比じゃない。どうなっているんだ。あ、すまない先生、後ろ後ろ。ありがとうミスターインセン。さ、おとなしくやられるんだ。あ、すまない。いくら化け物とはいえ倒すのはちょっと気が引けるね。なあ、そういえば他の生徒たちは無事に生き延びているだろうか。まあミスターマネーに関してはわかんないですけど、多分他の生徒は大丈夫だと思いますよ。そうだな、まあ今は他の生徒たちを信じて目の前の敵を倒すしかない。あ、すまない、あ、すまない、本当にすまないとは思ってるよ。さて、半分ぐらいは倒したかな。こっちのミニガンの残弾数も半分を切った。まずいな、弾が待つかどうか。まずいな、いくらすまない先生といえどミニガンの弾が切れたら終わりだ。いいえ、余計な心配はしなくていい。ミスター銀さん、ミスター銀さんは今のうちに逃げるんで。すまない先生を置いてなんていけないっすよ。そうか、じゃあミスター銀さん、僕の勇姿を見届けてくれ。わかりました、すまない先生。敵の数あと1体っすよ。なんとか全部倒しきったね。さすがはすまない先生。いや、助かりました。まあ一か八かだったが、怪我がなくてよかった。すまない先生のおかげっすよ。よし、じゃあみんなを探しに行きましょう。手を、すまない、一体残っていたようだ。